こんにちは。モナルチャンネルのマサです。前回大谷さんをね打ち砕けなかったんですけど、はい、今日はちょっと次小学生打ち砕いちゃうと思って。かわいそう小学生ダセーっていうね。大谷翔平さん160キロの後小学生70キロ投げられたら打ち取られるそうです。打ち取られます。多分何球も来てたら慣れちゃうんだけど、まあ想定3連続ストライクで3球以内。うんうん、だから最初の打席ね。そう、まあ無理よ。しかもだからバッティングセンターだから大谷翔平さんと20球ぐらい対決してるから。いやそうだよ本当に。その後小学生は打てない。プロでも70投げる人いないんじゃない。いないんじゃないね本当に。まあでもね今日は打ち砕いてできればいきたいと思うので頑張りたいと思います。いきます。次は70キロいきます。球速差90キロってえげつないからね。さあ来い。打てないやないかい。パワープロ君になってるよ。止まって見えるんだけど。マジか。これは打てない。頭が怖い。当たんないってことはないと思うんだけど、問題は最初の3球で当てられる。間違いそうだね。これいきます。行こう。どんなことがあっても絶対に来ない。これでいい当たりが出たら俺の勝ちだ。最初の3球が勝負です。最初の3球です。超スローカード。ハエが止まってるからこれ絶対やばい。打つぞ。おい、もう魚かと思うぐらい泳いじゃってる。さあ追い込まれました小学生。ファーストゴロです。70キロ2回目の意気込みはどうですか。俺変化球打ち職人って言われたいと思ってたの。これで打ったら呼んでみんな。願いを現実に変えようとかな。まだワンストライク。ワンストライクな。うわー、いったでしょ今の。うわー、いったでしょ今の。絶対もう何なんだろうね。もう中絶対嘘をついてるみたいになってる。慣れたら打てるんだけど3球はボールが来ない。マジで来ないな俺ね。あの2打席目の2球目、うん、よくさバットにボールが乗った感覚になったけど、ネットのせいで全く伝わらない絵になりました。大丈夫だから打てないです。打てないですね。そういうことです。だから大リーグも1人ぐらい小学生入れた方がいい。その説あるよ。コントロールが超いい小学生。コントロール、そうコントロール練習だけ積んだ小学生をあのワンポイントリリーフとして投入したという、こういうね面白い企画の方もやっていきたいと思うのでよろしくお願いします。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とフォローよろしくお願いします。また明日。